今年の正月、関東地方に住む男性が夫婦でとある山の神社に初詣に行った際に高台で撮影したという映像。この映像にその場所に存在してはならないものが映り込んでしまったという。お分かりいただけただろうか。投稿者のカメラが下の方を映したとき、緑色の柵越しにこちらを見ている男とおぼしきケロイド状にただれたような顔。露出の位置が間違ってる。投稿者によると、数年前にこの山の麓の川で橋から車が転落し男性が亡くなっているという。車は漏れたガソリンに引火して炎上、車体から這い出た男性は全身重度の火傷で亡くなっていたというのだが、まさかこの映像に映り込んだものは焼死した男性が助けを求め山をさまよい続けている姿であるとでも言うのだろうか。